皆さんに今日は3つのメッセージを、用意してあります。1つ目、大きな夢を持ってください。サッカー選手になりたい、どこかの会社の社長になりたい、学校の先生になりたい、料理を作る先生になりたい、何でもいいです。ただできるだけ大きな夢を持ってください。これが1つ目。代表だと昔から言ってるんですけど、ワールドカップっていうものは一番すごい大会だと思うし、そこで優勝するっていうことは小さい頃からの、まあ、僕の夢でしたね。Yeah, I wanted to come here, so at first I want to become champion here.After that, I'm thinking about Champions League. 2つ目、その夢を毎日意識して考えて生活してください。自分の目標、夢、ある人はそれを今日から意識して考えて、そのために何をすればいいのか自問自答してください。忘れないこと、夢を忘れないこと。ブレそうな時も夢があったから、小学校高学年の時に自分が立てた夢があったから、もう本当呪文のように唱えてましたね。もういや大丈夫大丈夫、これを俺はやるのでやって、自分ならやれるんだっていうように、困った時ほどそれにすがってたとか頼ってましたね。It's easy. I just ask my little Honda in my heart, which club do you want to play? I asked. Yeah, he answered. I want to play AC Milan.最後3つ目、決して諦めないこと、これが一番大事です。本田選手もみんなが好きな、例えばメッシもクリスチャン・ロナウドも大失敗して、うまくいかないことがいっぱいあるんです。みんながうまくいってるところだけを見てる。ミス出ていいんです。ちょっとずつ減らしていく。でもできるようになるまで諦めないことが大事。夢を持つこと、それに集中すること、そして何度失敗しても諦めない。そうすれば必ず皆さんは素晴らしい大人になります。僕は人生は山あり谷ありだと思ってるんで、はい、谷はどんだけ深くてもいいんです。あ、うん、でその谷の深いものをできる、で谷も人が体験したことのないぐらい谷を経験した人間にだけ高い山に登れるという哲学があるんです、はい、もう正面衝突していかないと、こう大きな次のこの栄光を手にできないと思ってるんですね。なるほど。自分で本当にそうなりたいんだと思っています。自分で守り続けていかないといけない。いいですか。簡単なことじゃないですけど、みんなにできます。夢があったらできます。応援してます。僕も自分の夢に頑張るんです。共に頑張りましょう。I think Japanese man is never give up and strong mentality, and we have good discipline. So I think I have two.
So just I want to show that spirit on the pitch.